先ほどソフトクリームをああいう形で、まあ、我々みんないただけたんで、はいはい、まあ、横にがね、なんかなんだろう、空気を、なんか、はい、まあ、指示をちゃんと把握できてなくて、いや、まあ、指示というか、藤森チャンネルに全て全貌が、はい、ああ前方があるんですね。あるんで、うん、それはもう、ああ分かりました、はい、でそれはここから今度私たち、はい、それを見ていただいてこっちを見ていただければ、はいはいはい、分かりやすくなりますので、ね、あ本当ですか、はい、じゃそれを見たら嬉しい嬉しいこちらでで、まあ信州といえばね藤森さん、はい、蕎麦だと思ってたんですが、はいはい、ちょっと蕎麦何軒かいろいろ聞いてもらったところ全然取れなくて、ちょっとお盆シーズンってのもあったり、ええ、あいてないだって昼時だいぶ外れてるもんな、うん、そうですね、そうですね、だからまあ、まあ、藤森さんのご紹介で、はい、美味しい、はい、ピッツァを食べれるパスタ、ね、パスタですね、パスタですね、はい、パスタ&ピッツァをなので行きましょう、はい、みんなで行きましょう、みんなで行きましょう、梅蔵さんっていうお店なんですね、ここ、はい、梅蔵さんですね、へぇ、階段で降りてきます、もうお席も10人入れるように、ね、10人おるからね、10人もいるのか、1、2、3、4、いや10人も、10人もほんまや、邪魔になるんだよな、外の席を、なるほど、いいじゃないですか、すごい、あ、めっちゃめっちゃいい景色やん、うわあ、すごい、ゆらすぎもあんねや、だって何パスタを、まあ、パスタ一人一個食べて、ピザなんかお得にですね、行きますか、行きますね、はい、じゃあ注文の帝王ですよ、ザ後輩やってくれるもんな、はい、松本さんピッチャーで僕は何でも何でも食べます、いや確かに帽子とメガネの時の堀内さんがやばかった、そう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 僕は名案って言われてますからね、基本ずっと名案って呼ばれてたんですよ、なるほど、はい、マスターさん、ただ堀内孝雄って言われても返すあれを何も持ってないんですよ、あまあ歌うぐらいしかないもんね、うん、ね、まあ、歌えたら、ね、堀内孝雄さんの ね、あ、ケイちゃん何やってんすか、ん、何やってんすか、ケイちゃん回ってますよ、これケイちゃん老眼がすごいからケイちゃんチャンネルです、はい、老眼がすごいから今、うん、藤森さんとか佐田さんがスケジュールの話しだしたじゃないですか、うん、で、真似してみたけど何も入ってなかったでしょ違う、これスケジュールを見たんじゃないんだよ、あ、違うんですか、そうそう、みんなが18日は何してる、20日は横にはってやりだしたから、はいはい、急に見出したから、まあ、真似してると思って、来てたメールを、LINE を今見てたの、迷惑メールばっかりでしょ、迷惑メールも何も来てない、仕事のメールですか、仕事のメールでもないの、ちょっとプライベートな、来てるでしょ、マジなやつだったの、マジな、奥様ですか、いや、たまに、西野のチャンネルで、はい、この間モーニングルーティーン見ましたよ、いやいやいや、やってましたね、モーニング、まあまあまあやってましたよね、まあまあやってましたっていうか、そうめん作ってあげてましたよね、まあ優しい、なんかそんな一面あんのや、いい夫婦だなって思います、仲良さそうで、めちゃくちゃ仲良さ、起きてとか、あ、あんな感じで起きないんだとか、うん、あと10分、そういう感じなんですよ、違うんですか、あ、そうか、藤森さん、あ、藤森さんまだ、違う、なやーやろー、クソガキゴロすいませんね、なんかまだ申し訳ない、マダムの、みんな許せ、クソガキはやめてください、クソガキはつったよ、マダムがビクッてしよう、そうじゃないんですか、マダムがビクッとしましたね、触れないでください、はい、私もそういうことをしました、ね、プライベートなことなので申し訳ない、プライベートなことをこれできたんでプライベート会社、山さんはその、まあ、動画出してた、これ動画のことについて感想、はい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 、あれプライベートじゃないですか、動画に出してる、プライベートなんですけど、それをどうしよう、でも配信して見ちゃってるから、視聴者としての意見を言っちゃっただけ、そういう権利ありますあるよね、申し訳ない、コメントと一緒、さんは動画出してないよ、俺出してないんで、申し訳ない、それを言ったからじゃあこらって反応記録を出して、申し訳ない、申し訳ない、逆に申し訳なかったです、パルルの件は進めてくれてますか、パルルさんと、はい、あ、ちゃんとこう4人でなんかバーベキューするとか、いいですよ、ちょっと何もまだ言えてなかったんで、お願いします、はい、パルルさんの方もお忙しいというふうに西野さんの方から言われてたんで、はいはい、じゃあそれはちゃんと進めてきます、あ、逆にフィレッジ、はい、
にうちの連れてっていいですか？え、パルルさんも4人でですか？はい、いやパルルさん多分来ないです。僕は行かないです。どうですか、佐藤さんはまた違うじゃないですか。なんで僕はパルルさん、何でもかんでもコラボしたらいいと思うじゃないですか。佐藤さんちょっと空気感違うじゃないですか。僕パルルさんとか、まあ両方知ってますけど。そうでしょ、もちろん番組でね共演してたからあれですけど、はい、でどうだ、パルル信号って、まあまあよくコラボしてて、よくコラボしてるから、ケイちゃん、ミキちゃんは夫婦 で、それは分かれてる。ミキちゃん、パルルは仲良くて、俺だって何にも関係ないから、そこ行って、うん、何でもかんでもコラボしたらいいんじゃない？いいじゃん、そこで暴れればいいよ、人暴れ。暴れるの山さんですか？暴れよう、俺たち別に暴れてないですよ、はい、あんたが暴れるから。私は暴れてないです、私はちゃんと、なんで今回もコラボしていただけないのか、お声がかかってないのかっていうのを質問しに行っただけですから。あれはただたまたま去年慎吾の、はい、あのフィレッジのキャンピングカーを、うん、あー、はい、書いてありましたね、約束をして、うん、で作ったんですよ、うん、それで本当はそのバイクでツーリングがてらに、うん、見に行こうかっていう話をしたんです、うんうん、で台風が来たからちょっともう無理だなってなって、もうバイク諦めてね、うんうん、で車で行こうってなって、うんうん、で花火もあるからちょうどいいじゃんって、うん、花火見ようよっていう話をして、うん、で行ったわけです。それでもだったら前日その花火の部分からちゃんと普通に誘ってくれればいいじゃないですか。え、私の方、いや、まあ相性ってあるじゃないですか。相性って相性、相性はまあもちろんあります。相性は私はもう悪いとは思ってません。いやね、いや僕はいいですよ、あの全然いい、相性いいと思ってます。相性僕ももちろん、山さんのコラボ楽しいですよ、はい、どれ何がですか。やっぱその周りの人だったりだとか、周りのこの慎吾のお母さんが嫌ってるでしょうし、慎吾のお母さんが嫌ってるでしょうし、でしょうし、そんなことないと思います。慎吾のお父さんも嫌ってるでしょうし、昨日は結構親戚一同来たんですよ、兄貴、そんなんだってさ、佐田さんを受け入れれるような、あんま大きな声出す人嫌いなんですよ、慎吾のお父さん。佐田さんのことは本当にうちの家族みんな好きで、あ、お姉ちゃんが昨日 DVD 持ってる、僕の DVD、あのデメキンという映画のね、DVD 写真サインとか、慎吾のお兄ちゃんにももうサインとか、うん、山さんの矢の字も出てきてなかった。おかしいな、行ったら名前出るようになりますよね。はい、あと、まあ、リアルなことに、はい、やっぱそのまあ、佐田さんの仲間の他の方々みたいな、ええ、お兄とかが、ええ、そんなに別にそのラマさん面識というか、はい、うん、なんか全然絡み、絡みたくないというか、初めて会った時いきなり店来て暴れて帰ってきただけの人に、イメージ的にはね、はい、だから店に入ってきて、ずっと佐田さんがっていう他のメンバーのこと気遣って、そうそうそう、嫌だって、そうそう、もう水ぶちまけて、はい、あれは違う、ぶちまけたんじゃないですよ。お礼をしに行ったらダメだ、こけちゃってああいうことになったっていうだけで、結構バイク屋さんなんて本当に繊細なんで、繊細やから精密機械置いてるんで、タンク当たっただけでも傷ついちゃう、商売道具ですからね。キャ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 ーっつってバイクババババババーンっつって、あ、そうそう、俺のバイクね、ふかしやってましたね、ふかした、結構ああいう動画みんな見てるんで、江原さんも初対面だったと思うんですけど、本当にああいうの見てるからやっぱムカついたからビシャッと思うんですよ。やられてるしね、俺も、電話したら向こうにもご迷惑でしょ。嬉しいですよ、昨日も言ったのに、電話ってません、うん、電話電話、はい、まっこいです。まっこい、はい、最近 YouTube 回してる時電話出るんですか。電話出ます、なんで普通に出るんですか。スーツ出ないですよ、出ない、撮影中です。いや、この間東国原さん待たせたんですよ、長野で、トークしてる時に電話になって、佐田さんと出ないよ、山本君はっつってパスタ食べてるとこびっくりしたんです、俺。いや、普通出ないですよ、 YouTube 撮影中ですよ、撮影中、そうです、撮影中ってやってます、切ってくださいよ、撮影中マッコイさんに言ってくださいよ、いや、ケイチョンで来てるとこなんですよ。マッコイさん、おはようございます。ああ、佐田君どうもね、いろいろありがとう。いやいや、こちらこそありがとうございます、この間ね。で、今普通いろいろだから、いや、もうええねん、もう今慎吾と、はい、今トークしてたんですよ。マッコイさん、おはようございます。藤森です。あ、中毒？中毒って誰もいじってないですよ。そのセックス中毒みたいな一時をやるのあんただけなんで、やめてくれもう。中毒。あ、そうか、生放送じゃないから。いや、中毒も良くないですよ、印象が。中毒なんだ。いや、俺違うのに。ちょっとね、一回藤森くんのチンコに CCG だけつけさせてよ。
頭は、イカれてること言うな、やっぱイカれてんだよ、いい、はい、いいじゃないんですよ、イカれ、イカれてる、いいよくないでしょ、まあ、いや、イカれてるから、いやもう、だからいや、普通にトークしてて、あの、電話鳴り出したからいや、普通切っとくやろと思ったんですけど、まさか切らずに出たから、いや、何してねんっていう、もしもしって出たから、撮影中なんですよ、撮影中なんですよ、すいません。やっぱね、まあ、バカなんだね、まあ、とにかく山本圭一っていう。お前、今俺だぞ。俺だぞってなんだ。バカだぞと、バカだぞの下りから全部俺聞いてんだから、お前、ダメだぞ、そんな。お前、この間の韓国ロケもしょうもなかった。あまる、うっさいな、お前。なんで急にそういうこと言うの、関係ないのに。電話でも成立するんだ、これ。何の電話だよ。ロケで気抜きすぎだよ、お前。あんま今言うなよ、そういうこと。お前周りお客さんいんだから、みんなビクビクしてんすよ。ちょっとな、坂君とか藤森君にな、いろいろ教えてもらえよ。お前まだまだ10年のブランクが取れてねえから、まだ。お前言うなよ、そういうの。どう仕事しねえよ、お前。スリーだった時、このバカ。来た、来た。じゃあ出なきゃいいか。出ないでくださいよ。言い返すことがなくなったら切るのやめましょうよ。雨もかかってきて、わしも取らんわ。こんな言われたら言い返してください。何がよ、悔しくないですか。そんないちいち言い返す必要ないわ。もう切るのが一番よ。いや、切るのが一番やって。韓国ロケ後輩でしょ、マッコさんも言うと。後輩でしょ、年も下やつ。年もそんな言われて、弟と一緒や。お前って言われて、マジでこんな感じだったら仲良くできませんね。どうすよ、なんで急にそういうこと言うんですか。ただ怒り、怒りて、怒って口が回らなくなったんで、バチン切ってもらったもんね。どうにもなんないですよ、ね、芸人じゃないんだから余計怖いです。そうか、そうっすよ、確かに。怒ってはるし、バイク屋さんですね。怒ってはる一人しか見えない。僕は視聴者の一人みたいな感じで見てくださいよ。そういうのもありますよね、はい、そういうのもありますし、騒げない場所だともう歯切れ悪すぎますよ、ね、だから本当にまず大きな声出すか、感じ悪くなるだろう。大きな声を出すか、そうです、ね、あの普通に媚びへつらうか、はい、あと物投げるか、もう大立ち回りも出ないから。なんや媚びへつらうか。わしは媚びへつらったこと一回ないで。媚びへつらうって何ですか。媚びへつらうやんか。俺ゲージマスって媚びへつらう。媚びへつらう見たくないですよ。コメント。ちょっとお願いします。大きな声出なかったら歯切れが悪い。言い方よ。ね、歯切れがないじゃないですか。歯切れがないんですよ。で、なんか言われて言い返せなかったら電話を切るとか。そうです。話術で勝負してくださいよ。話術ないんじゃ。ないんじゃ。少ないんじゃ。何術で言ってるんですか。何？今何術で言ってるんですか。聞こえてるでしょ。切り術。いや、物投げ術ですよ。物投げ投擲、投擲選手。投擲選手。いや、もう正直思春期の子供ですよ。いや、としてもう言い返せなかったら感触起こして、本当に物投げ、やばいですよ。やめなさいよ、聞いてください。やめなさいよ。グラは正直めちゃくちゃ面白かったですけど、とにかくですよ、本当にもう年長者なんですから、切れるとかダメですよ。マジのバイク屋さんに怒られてるやん。バイク屋さんの注意ですよ。一般のバイク屋さんに怒られてますよ。これ一般の、一旦ストローも噛むのやめなさい。よくないですよ。バイク屋さんの注意。すごい。これピザ。聞かしよう。これだ。何のピザやったっけ？ジェラベーコンとポテトの。チーズピザ。で、こっちがシカトロフォルマッチですね。なんでっす。じゃあ、いっちゃいましょう。どうぞどうぞ。先輩から行きましょう。先輩から行きましょう。そっか、そっか、先輩っすね。大先輩っすね。大先輩。キャリアも年齢も。大先輩。いや、でも、佐藤さんとそう変わんない。ギュッとしたら多分同期ぐらいっすね。まあ、でもそうかな。なぁ、ギュッとしたら。何をギュッとする必要がある。あそこ抜かせば僕もアドバイス。いや、あそこ抜かしたら後輩。後輩、僕同期ぐらいっすね。私ね、あそこ抜かしたら大体10期ぐらいだって言われました。同期です。だから同期。19年目でしょ。20年目、今年30年目ですか。30何年 ?32 年ぐらい。じゃあ同期ぐらいです。だ俺2期なんで、全然。だからもう多分。先輩ですね。うん、8年ぐらい先輩です。だってあそこ芸歴カウントしちゃダメですね。あ、何年ですか ?9 年。長っ。あ、長っ。2006年から2015年か。長いっすね。長いよ。いただきます。いやいや、美味しいもんもまずくなるでしょ、そんな話したら。そんなことないな。いただきます。
え、これまだいけるわ。ま、ほら全然もう3枚いけたよ。軽い、うん、うまい。めっちゃうまい。めっちゃうまい。チーズうまいっすね。めっちゃうまい。うまい。パリッパリだこれ。全然こっちよかった。あ、お店ですか。うん、あ、よかった。流しそうめんしたし。うん、あ、食べたでしょ、流しそうめん。うんうん、そうめん食べましたもんね。私、流しこんにゃく。わしにこんにゃくしたかったやつ。これうまそう。味のペペロンチーノ。何食べました。うん、最高。うまい、うまい、うん、うまい、違いない。はい、味もうまい。ペペロンチーノマジうまいね。うん、ケイちゃんはパスタにうるさいですからね。へぇ、どうですか、間違いないでしょ。ケイちゃんパスタって出してるぐらいですか。へぇ、ケイちゃんパスタ神であったんですよ。あ、そうなんですか。やってますよね、ケイちゃんパスタのカフェ。うん、うまい、うまい、うん、うん、うまい。オイリーな、失礼いたしました。カルボナーラでございます。はい、すみません、ありがとうございます。失礼いたします。カルボ、あ、いいね、カルボ、はい、いい、うまそう、これ安定のカルボ、美味しそうだね。うわー、おいしそう、間違いないですよ。うん、夏どっか行ったんですか。夏は、旅行みたいなのは行ってないの。はい、うん、こういうこと気づいて。あー、小樽最高でしたね。小樽、あー、小樽ね。いや、でもちょっとあれマジでいいですか。はい、1個だけ、もう本当に楽しかったし、はい、またもちろん行きたいですけど、あの打ち上げ何だったんですか。どうした打ち上げ。いやいや、もういつもありましたね。打ち上げ行って、打ち上げしましたね。ホテル行って寄って荷物を置こうって、はい、で、まあ行けるやつ先行って、うん、はいはい、結局来なかったんですよ。ん、え、あ、みんな行ったんだ。いや、山さん以外全員いましたよ。そう、山さんだけ来ないんですよ。なんで打ち上げなかった。びっくりしますよ、みんな。なんで？あれね、寝落ちしたの。これマジの、いや、マジの単純に心配したし、もう俺びっくりしたの。もう消すの主催者が一個打ち上げて、はい、で、そのままあの歩いてって15分くらい歩くんだよね。まあそうですね。で、途中に宿泊のまあ施設があって、はいはい、で、そこにまあ何人か演者が一回荷物を置くって言ったから、じゃあ俺もちょっとあの荷物はまあちょっとちっちゃいのしかなかったけど、うん、まあ一応上がろうと思う、うん、じゃあ一緒に上がるって上がって、ラスもう一回瞬間バサンと倒れて、そこからもう、いや、だって覚えてない。そのままのこう、そのままでも寝てて、寝てて、そんなことあります。で、寒くて目が覚めたらクーラーが、クーラーで喉をやられてた。悲しかったっすよ、あれ。正直1軒目は行ったんですか、打ち上げ。もちろん1軒目全体スタッフさんもいたりして、だから2軒目にもういなかったってことです。はい、だけど俺は2時半に合流しようと思った。じゃあなんで2時半にも帰ったんですか。あなたが帰ったって私聞きましたよ。明日朝早くからゴルフがあるから藤森さんが一番最初に帰りましたって私聞いたんです。いやいやいや、まあまあ帰りましたよね。帰りましたというか、全員芸人を連れて帰りましたよ。だってなんで、それはみんな次の日もう東京戻って仕事の子もいたし、まあね、であの場で誰も帰りたいって言いづらいそうだったんで、じゃあ一回ここで芸人締めようかと。なるほど。行く人じゃあ俺もう一軒連れて行くから、うん、そしたらみんな明日あのもう朝千歳行くし、うん、あれなんだったらもう一軒、うん、キャバクラでも行こうかってみんな言って盛り上がってたんですよ。だけどもうみんな帰ります、真面目な子たちだったんで。ありがとな、ありがとな。何してたんですか。ちょっと変な空気でした。ちょっと変な空気。変な空気です。だって、うん、マジで、マジで主役いないんですか。うん、しょうがないじゃん。だそれもう部屋まで来てどんどんやってくれたんだったよ。小池ちゃんと寝てたってやめてもらっていいですか。なんかもっと面白いこと言ってもらっていいですか。いやいや、まあ、なんか何回か振ってくれてるんで。お前寝てた以外で何があんのよ。そう、ボケでもいいんで。事実じゃなくても。あ、はい、なんかおいおいみたいな。いや、それもこれかぶってます、ね。まあ今のはカットしますけど。マジでこれやべえぞ、このディレクター。今の言って使われて、これ自分のいいように編集しやがるから。まあ、ね、一応編集権持ってるんで。編集権ってないやつ。なんかボケって欲しいなとは思いますよ、ちょっと。寝てただとちょっと。それだけ疲れとったよ。藤本さん寂しいじゃないですか、寝てたって言われると。寝たかいとったんやじゃん。
嘘つけ。嘘つけ。ネタ書いてた、もう寝てたとちょっと文字面が似てるんであんま良くないっすわ。寝てたとネタ書いてたわ。ね。ちゃこられます。何があるんや。ちゃこ。やっぱ求めないわ、いいっすよ。カメラマンに。じゃあ何があるんや。もう芸人として。恥ずいから。お前もやってみーみたいな。うん、そうそうそう。お前もやってみーは絶対違います。ダメだ。美味しい。難しいな。さっきからずっと怒られてるじゃないですか、先輩。しました。どうしますじゃあ恒例のえやってみますか。いやもうこれはもう、うん、いやこれはもう山田さん藤森のチャンネルでもやっぱそれやったんだから、はい、そしたらそのつながりで、はい、向こうを見た方はまたこっちも見てくれてるわけだから、うん、これでさ私が普通に出すのはなんか見てる人たちおいそんなことは違うでしょ思わないです。飯はもう思わない。デザートとかでやってる。そう、うん、デザートでやっぱり可愛い額だからやってるん で、うん、であと可愛い額って言いますけどソフトクリームだと5000円してましたよ。4500円払います。10人分ですから ね、 からねそうですね。山田さん買ったらダサいっすよ。で男気で買った男気で買ったらダサいっすよ、うん、ダサい、うん、そうです。じゃあとにかく最初から払うって言ってたのと、うん、あれで買って払うは、うん、ちょっとねダサいっすよ。慶長チャンネルやし、うん、あ確かにこれ そうちのチャンネルやな。ごちそうさまも言わない。ごちそうさまも言わないですね、うん、もうなんか、うん、もうだったらもう敬語使わないかもしれないですもん。あれかそれって別でしょ。いやいやめっちゃ合いますよね。別腹でしょ言い方がそれは。いやもうこれはこれ。いやじゃあ山里さんの単独自信いきますよ。これも電話ができたら何って言っておりますよ。どうぞ。じゃあそれでもそのリスクがあってぐらいでじゃんけんしますよ。山田さんそれじゃあ今まで通りちゃんとあれするんだと私が今ここでじゃんけんもせずに払えば成立するってことですか。はいそうです。それも面白くないな。面白くないと思って軽くください。まあ本来はそれが普通そういう流れそうです。本来の流れ勝手にとつってきてそうですよ。確かに完全にコラボさせられてあれしてさせられていたコラボさせられてさせられてこっちはさせられてでもないのに怒ってください。どうするんですか。いや、いいっすよ。じゃんけんしましょう。します。まあでもそういう約束で出したらじゃあ出したら普通なんですよ。出したら普通なんですよ。出したら出したるかお前。いやいや普通っすよ。わーってなる感じじゃないよ。ないっすよ。だって俺が山本さんの立場でも本題後輩って怒りますもん。自分のチャンネルでごめんねって言って先輩がいても怒りますよ。15,000円です、はい、14,000円。この味と景色10人で10人で10人で安いめちゃくちゃ安い。10人で1,500円だ。美味しい。安いよ。ピザもパスタもメドレーになってますよ。もしこだけがそうですね。そうですね。全然、ね、出してもらえばいいけど普通に出したらさ面白くないでしょ。いやだったら本気で勝ちにきますよ。もういいよ。最初はグーじゃんけんぽん。最初はグー、ジャケッパちょっとちょっと待って払えこれは払えあのさ、なぁこのまたまたなぁちょきバーッちょきちょきちょきまたまたマジで何なんだよマジで。マジちょっとちょき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 バーッどこで指令出したんや。何にも見せない。イカ様イカ様軍団本当にやってない。この件に関してはマジで何人もやってないからね。何ですかやっぱ持ってますね。すごいね。すごいね。笑える神様いるんだよ。笑える神降りてきた。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録
よろしく。